なあなあ、聞いておくんなまし？この前さ、無性に高いところに登りたくなってさ、すごい勢いで煙突に登っちゃった。そんなことある？てか登り方キモ。でさ、てっぺんまで行ったら見晴らしがめちゃくちゃよくって、超気持ちよかったんだよね。お前煙突町行ってきたの？プペったの？プペったってなんだ？でも俺、時々高いところ登って景色眺めるの結構好きなんだよね。へえ、バカと煙は高いところが好きって言うもんな。おい、誰が煙なんだよ。そっち？誰が煙たいやつなんだよ。違う違う違う。この表現でお前煙みてえだなっていうことないから。どうせ俺はバイト先で煙たがられてるよ。ひそ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 。この人ちょっとうざくない？なんかおじさん臭いしね。それは知らんけど。どうしてこんな煙たがられるようになったんだ。昔は十手片手に葉巻2本同時くわえでブイブイ言わせてたのに。いや、スモーカーやん、ワンピースの。アイス持った女の子がぶつかってきても優しく5段のアイスが買える金を渡してたのに。スモーカー大佐やん。だとしたらちゃんと煙やん。くそ、あの JK め。いかん。雨が降ってきたな。雨なんて降って。いや、雨だよ。マスタング大佐やん。くそ、あの JK たちに見せてやりたい。ラピュタの雷を。ムスカ大佐やん。森のクマさんの替え歌歌ってたら著作権がどうのこうの言われるし。パーマ大佐やん。あとケンタッキーフライドチキンの。多いな。大佐の引き出しどんだけあんねん。バカと煙は高いところが好きって言うもんな。まあ煙だからね。おーおーおー、煙じゃねえか。お前の願いを3つまで聞いてやろう。てかランプのせいは煙扱いでいいの？煙だよ。ランプをこすった時の摩擦熱によって内部の水分が急激に熱され、水蒸気になり、たまたまこの形になって出てくるんだよ。都合よ。ほら、何か願いはないかい？じゃあ3日前になく歯磨き粉の蓋を探してほしい。お安いご用だご用だ。ご用だは1回ね。2回続けたら江戸時代の警察みたいになっちゃうから。じゃあ探すから、今からする質問にはいかいいで答えてね。わかった。それは実在するものですか？ん？はい。それは家の中にある？はい。それはカバンの中に入る？お前飽きねえた？広めの質問からだんだん絞ってくんな。ごめんごめん、もう一回、もう一回お願い。わかったよ。じゃあ今からする質問に答えてね。探し物は何ですか？歯磨き粉の蓋です。見つけにくいものですか？まあ、はい。カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか？ん？はい。それより僕と踊りませんか？は？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？井上陽水だよね、これ。うふぅ。うふぅじゃねえよ。あ、もうランプに戻らないと。ランプのせいってウルトラマンと同じシステムなん？じゃあ俺はもう帰るから、ここらでドローンさせてもらいますわ。煙だけにね。なんちゃって。煙たどうしたらリュックサックに花を開けて空と一体化させることができるでしょうか。冷蔵庫ください。